人口の半分以上が65歳を超えている限界集落。これは地方だけに限った話ではないようです。マイビズ田中キャスターです。マイビズ、今朝は都会にも存在するいわゆる限界集落をどう考えればいいのか、都市計画コンサルタントの池田俊道さんに伺います。池田さん、おはようございます。おはようございます。2020年の国勢調査によりますと、65歳以上が人口の半分を占める、まあ、いわゆる限界集落と一般に言われているような場所が東京23区にもあるんですね。ええ、2020年の国勢調査で65歳以上が人口の半分以上を占める限界集落は、うん、東京23区でも何町何丁目という町長単位で15箇所あるということが分かったということです。はい、私自身も4年前に2015年の国勢調査の結果に基づいてこうしたレポートを書きました。まあ、ただ限界集落という言葉は使っていません。うん、町会単位で見ますとですね、高齢化率が5割を超えているところっていうのは首都圏に配置してるほどあります。千葉県にある私の住んでいる町会は高齢化率がおそらく7割を超えているんじゃないかと思っています。まあ、しかしまあみんなそこそこ元気ですし、廃屋などもほとんどありませんし、誰もがこの町はもう限界だとは思っていません。私は多くの高齢者が集まっているところという意味で高齢化率の高い町長を高齢者ホットスポットと呼んでいます。まあ、狭い範囲で見ると高齢化率の高い場所っていうのは首都圏にもたくさんあるということですね。そうですね。うん、まあ、団地の開発に入居してきた人たちがそのままそこに住み着いて新たな転入者がないままに団地全体が高齢化していくことを団地問題と言います。はい、でよくメディアでも取り上げられる多摩ニュータウンや大阪の千里ニュータウンなどだけじゃなくて、千葉埼玉をはじめとする東京の近郊部や23区の中でも周辺区では同じような状況が生じています。例えば東京23区ではどういった場所になりますか？で、人口が100人以上の町長で一番高齢化率が高いのは大田区の東麹屋6丁目で 64% です。で次が世田谷区大倉3丁目の 60.9%、その次が北区霧ヶ丘1丁目で 58.9% です。これらはいずれも町長内に大きな団地があるんです。で団地問題っていうのは至るところで生じていますけれども、東京の町長は平均で人口が数千人規模に上るために、同じ町長内に若い人が多く住んでいるエリアがあると全体の平均高齢化率というのは薄まってくるわけですよね。一方町長全体の大部分が団地住民という大きな団地があるところでは団地問題が町長全体の問題としてクローズアップされてくるわけです。このようなその都会における高齢化したスポットについては池田さんはどのようにお考えなんですか？で、過疎化が高齢化を引き起こしている地方部とは異なりましてですね、都会では定住率の高さが高齢化の問題と直結しています。定住性が高いということはいろんなメリットがあって、定住の街を否定するつもりはもちろんありません。みんな現在の生活に満足しているからこそ好んでその街に住み続けているわけですよね。はい、まあ、ただし定住が進めば進むほど高齢化が進んでしまうということにも目を向ける必要があると思います。でまた街はですね、住む人のニーズに合わせて変化していくことも高齢化を進める原因となります。高齢化が進んだ街に行きますと整形外科ですとか整骨院がやたら目立つ一方で、小児科っていうのはほとんど見当たりません。高齢者にとって暮らしやすい街になっていけばいくほど若い人たちは魅力をかけると敬遠して転入してこなくなって、街が若返ることなく高齢化が一層進んでいくことになってしまいます。そうした中で自治体が取るべき対策としてはどのようなことがありますか？街の新陳代謝を進めていくことが大切です。例えば北区の赤羽台1丁目っていうところはですね、昭和37年に東京で最初のマンモス団地として建てられた UR、まあ、当時は住宅公団ですけれども、その赤羽台団地がある町です。他の団地の町と同じように団地問題の進展は深刻で、
2015年の国勢調査による高齢化率は 50.8%、 2010年には 51.7% に達していました、うん、それがですね2020年には 37.9% に減っているんです。で、始まりは UR の団地再生プロジェクトによってヌーベル赤羽台という、まあ、おしゃれな団地に生まれ変わったこと、で2017年になりますと廃校となっていた、まあ、近くにある中学校の跡地に東洋大学が移転してきます、はい、さらに今年の9月には小学校の跡地と団地建て替えの過程で生まれてきた UR の敷地を活用した新しい街づくりの事業者が決まるということなど、団地周辺を含めた街全体が生まれ変わり出しているんです。まあ、大学のキャンパスができるとこれ若い人が入ってくることになりますもんね。そうですね、うん、足立区の UR の花畑団地でもですね、団地再生で生まれた空間地に2021年に文教大学が新しいキャンパスを開校しています。ここでは2014年には新しいショッピングモールもオープンしていて、うん、街全体の便利さが高まって団地周辺の街の更新に向けた波及効果の広がりも期待されているわけです。都営住宅団地について言いますと、足立区の旧上沼田団地、現在江北4丁目アパートと言いますけれども、ここの建て替えによって生まれた土地に今年の1月看護専門学校などが併設された東京女子医大の付属の医療センターが開院しています。足立区の方でもですね、これに合わせて周辺の小学校や中学校の跡地などを活用した町全体の再生に取り組み始めています。これやっぱり町のその新陳代謝のためには建物の建て替えなども必要になってきますか？そうですね、老朽化した団地を建て替えても同じ人たちが住み続けるんだから、うん、高齢化問題は解決しないじゃないかと、こういうふうに考えるのは正しくないんです、はい、古い団地っていうのは空き室が多いですから、これらを整理してきますと土地が余ってくるわけですよね。で、また古い団地の基本形であるエレベーターのない5階建て以下の建物を高層化するとさらに土地が余ってきます。子どもの数が減って小中学校が統合されて廃校になっているケースも数多く存在します。これらは町に新たな新陳代謝を生み出す格好の種地となることができるわけです。最後にその新陳代謝がうまくいくような町づくりにおいては何が最も大切なポイントになりますか？今挙げたような例はですね、賃貸だからできたんですよね、はい、で分譲の場合はそう簡単にはいかないんです、うん、で都営住宅は全部賃貸ですけれども、 UR の団地再生でも分譲団地はもうお手上げの状態のようです、うん、日本人は持ち家志向が強くて、行政も住宅関連の事業者さんたちも持ち家への定住の街を求めようとして、賃貸住宅っていうのは若い世代の仮住まいという意識が低くありません、はい、まあ、しかしですね、賃貸住宅は将来的な新陳代謝を再生させる種となりうる可能性を持っているわけです。町づくりは100年の計というふうに言われます。その意味からも上質な賃貸住宅が町の中に適宜に混じり合うことの意義っていうのをもっと積極的に評価すべきだと思います。そうでないとですね、やがて日本全体が限界集落になってしまう、そういう危険性があることを肝に銘じておく必要があるのではないでしょうか、うん、以前から池田さんがおっしゃってるような、さまざまな人が住みやすいモザイクタウンを作っていかなければいけないということですね。そうですね、はい、池田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今朝のマイビズは都会の限界集落について都市計画コンサルタントの池田俊道さんに伺いました。